Let's get started. Moeko Channel. Moeko Channel. ここまで。本日のゲストはピースの角度は自分向きも覚えて。ナンチです。はい。ワードとエクセル使います。Moeko です。それ一番いいみたいよ。いいみたいよ。ね、はい。面接通りやすいみたいなことありますけれども、未だにそうらしいよ。まあ難しい、あんまり関数とかマクロとかまであんま詳しくないですけど、ね、基本的には使えますよ。いいね、それ。はい。使えなくても使えるって言っちゃうらしい。おおすぎ。多すぎ。大好きアイスバーでございます。多すぎって何ですか？おすぎとピッコの。違うでしょ。違うでしょ。そうなの？関西ですか？はい。あ、ピッコいなくなっちゃった。はい、ということでこちらがやりすぎクッキーアイスバーです。かわいくない？なんかね、かわいいかわいいかわいい、どういうことなんだろう。また尖ってるのかな、ちょっと。あ、ちょ、ちゃんと前で、前でまたちょっと尖ってるんで、前で、前でちゃんと見してよ、どうなんだ、はい、形はどうでしょう。あ、逆さまになっちゃった。あ、やっぱこれ逆台をこうしたいのに。何？尖ってる尖ってる。いやー、なんか見た目は出た井村さんの小豆バーみたいですよ。見た目はね、どうですか？あー、いい。どうですか？見た目いい。見にくい見にくいです。いただきます。これどうしようかな、このアイスの。あ、柔らかい。思ったより柔らかい。え、どうした？あ、なんだろう、なんだ、多すぎ。え、多すぎ感あるの？やりすぎクッキーアイス。お、やりすぎて感ある。これやりすぎだわ、本当に。この商品嘘つかないね。こっちか食べてみて。だってアイスより加食分クッキーの方が多いもん。あ、そういうことね。うわ、やりすぎ。これなんかだから柔らかいんですよ、すごく。あ、アイスが保ってられないから。これおいくら前？128円です。うわ、オレオだよね、オレオ、うんうんうん、これでもめちゃくちゃおいしい。なんかこれとバニラアイスとか一緒に食べたいぐらいじゃん。なんかいろんなものと。わかります、わかります。これトッピングで乗せたい、なんか、うん、トリプルの一番上に乗せたいみたいな。いちごまおしね、きっとね。ウケる、これ。アイスじゃないよ、もう。多分これやりすぎ、ほんとに。これウケる。やってみて、これ絶対面白い。こういうのもそうなんだけど、うん、話題性すごいわ、これ。その人たちの名前を載せてほしい、うん、あ、作った人の、うん、生産者の方の音楽とかもさ、うん、俺ずっと言ってんだけど、ラジオでベース誰、ギター誰、ドラム誰を言う、絶対に言った方がいいと思ってるの俺。そうかな、まあまあ、うん、思わない？俺いつもこの、この演奏してんの誰なのかって。あ、素晴らしい、その聞き方は、うん、だってラジオで一個もないよ、うん、俺ラジオやってた時もずっとそれ言ってたんだけど。本当にって言ってたの、そのラジオは、うん、言ってる。だって自由ないから。そっかそっか、うん、スポンサー次第。転がっちゃう、気のせいですか？うん、転がっちゃう、気のせい。転がった転がった、そうだったそうだった。これやりすぎ、本当にやりすぎ、これは、うんうん、美味しいですね。はい、うん、一応全部食べても187キロカロリーですね。まあ、焼いたクッキー1枚分ぐらいと考えて、あの、ね、はい、よくある大きなやつとかね、うん、こんな感じです。はい、うん、我々ライブもやってますので、うん、ぜひ概要欄の方チェックしてみてください。うん、だからちょっと前に、うん、これ食べてる人はストレス溜まってんだよって言われたの覚えてる。何何？グミでさ、うん、俺がすごい食べてたらストレス溜まってんですよって言われたから、ちょっと食べにくくなってた。でもなんかむしゃむしゃ食べてる。だからね、気使ってんだよ。なんでなんで気にしないで食べてください。みんなね、気使ってんだよ。あ、そうなの、うん、すいませんね。余計な一言が多いですけど。いやいや、それそんなことはない。どれがいいかも。そういうことじゃない。そういうことじゃない。はい、はい。
です、はい、あれライブ見ましたっけ、ライブのこと概要欄ご覧ください。はい、雑、はい、ということで怖いこのターン多すぎ、やるすぎ、クッキーアイスバーご紹介いたしました。赤木乳業でした。ゲストは何でしたよ。またね。